皆さん、こんにちは。ヨーヨー卓球の川口ヨーヨーです。ヨーヨー卓球の川口ひなたです。はい、今日はですね、皆さんに志田動画をお届けしたいと思ってます。なんとアンドロさんから発売されました。これニュートンって呼ぶかな。53度ですかね。53度。お、2人で試打していきたいと思います。あ、またこの新しいユニフォーム販売中です。ヨーヨー卓球の人もそうでない人もぜひお問い合わせください。ではやっていきます。ラケットはシンテリアという運動のシンテリアですね。ラバーは黒がラブランパー C53、 赤がニュートン。やっていきたいと思います。軽くこうとした感じ、なんか普通です。飛びすぎるわけでもないし、飛ばないわけでもない。でもちょっとなんかビネンチャドっぽいです。正直何の情報もすいません入れてないんですけど、なんか、ビネンチャドっぽい気がしますけど、気のせいです。わかりました。結構シートでこすったら当てこするというか、当てながら打てば結構重いボールがすので、打ちやすいと思う。大体わかります。これはやっぱ体が結構しっかりして、ね、この人の方が多分打ちやすいんでしょうね。次バック行ってみましょう。落ちる感覚がない。カマン。
だろう。
重さ、重さどうですか？重いと思うんですけど、分かんない。重さはちょっと未知数だけど、そんなに軽いわけじゃないです。70点ですから、まあ、これ難しいですよね。こう比例しなくて軽くなるというか、回転とかスピードとか、スピードはやっぱ当て打ちしたらスピードが上がっているとき、逆にちょっと擦り打ちだとスピードが上がるんですよね。これをどう捉えたか、僕はいいです。で、総合点に相手の球も重く重い球が来たりして、負けないラバーも多いですし、負けない部分でかなり、おすすめとしては、中級の上の方から、まあ、上級者がおすすめかなとは思います。いいよ、これ。はい、ということで、試合を終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。